ジョン・チャールズ・オルムステッドは、アメリカのランドスケープアーキテクト。フレデリック・ロー・オルムステッドの養子となった息子は、父親の会社で父親と弟のフレデリック・ロー・オルムステッド・ジュニアと仕事をしていく。父親が引退した後、兄弟はリーダーシップを引き継ぎ、ランドスケープデザイン会社として、オルムステッド・ブラザーズを設立した。同社は、多くの都市公園 大学のキャンパス及びその他の公共の場所を設計することで有名に、ランドスケープアーキテクトとしての40年以上にわたる、ジョン・オルムステッドの作品はアメリカの都市景観にその足跡を残していく。ジョン・チャールズ・オルムステッドの肖像、ジョン・チャールズ・オルムステッドは1852年にスイスのジュネーブで、ジョン・オルムステッドとメアリー・クリーブランド・オルムステッドの間に生まれた。 彼の父ジョンは結核にかかっていたが、当時は治療法がなく新鮮な空気と運動を含む健康的な生活が推奨されていた。一部の療養所は山岳地帯に設立されていた。ジョン・オルムステッド一家は米国に戻り、ニューヨークのスタテン島のトソモック農場に居住。父親が亡くなった後、母親はジョンの兄弟フレデリック・ロー・オルムステッドと再婚。 フレデリックはジョンを息子として席に入れた。後に彼とメアリーには1870年生まれのオルムステッドジュニアができた。ジョン・オルムステッドは父親の会社でそのキャリアを開始。後に弟のフレデリックも加わる。父親が引退した後、二人はリーダーシップを引き継ぎ、オムステッドブラザーズとして会社を設立。仕事は彼らは、 それぞれいくつかのプロジェクトのために別々に契約していた。オルムステッドはメイン州、ポートランドなどの都市での計画プロジェクトに統合された公園システムの設計哲学を表明。オレゴン州、ポートランドワシントン州、シアトル及びスポケーンオハイオ州デートン、サウスカロライナ州チャールストンといったこれらの都市で彼は市民の建物、道路、公園、緑地を 居住可能な都市部に統合するという包括的な計画哲学を開拓していく。オルムステッドはニューオーリンズの個々の公園設計も担当。ニューヨーク州、ウォータータウンイリノイ州シカゴで彼の公園設計の仕事は学校のキャンパス、市民の建物、シートなどの多くの機関の委託、及び道路や学校を含む大規模な住宅地の設計にもつながっていく。 工業プラントと工場を取り巻くコミュニティの包括的な計画における彼の仕事は特に注目に値すると考えられている。オルムステッドは彼の全ての作品において景色、眺望、緑道などサイトの自然の美しさに対する感受性を保持し、コミュニティと公共エリアが快適で魅力的でなければならないこと、大きくて堂々とした構造よりも自然主義的な設定で、 控えめで非公式な面を理想とした。彼の父親フレデリックは1893年のシカゴ・バンコク博覧会の風景のデザインのアシスタントとして彼を起用。若いオルムステッドはオレゴン州ポートランドで開催された1906年のルイス・クラーク・センテニアル博覧会及び1909年のアラスカ・ユーコン太平洋。 博覧会の主要な責任を負っていたという。ジョン・オルムステッドは1899年、アメリカ造園家協会の創設メンバーであり、初代会長である。ありがとうございます。